今現在、保家川1号園庭前に来ております。保家川といえば、水無瀬川の人にとっては、一種の南賢治パラレルワールドみたいなものですね。いろんな共通点がありますので、早速、保家川1号の園庭を、浮き輪をくくりつけて下に掘り投げまして、高さを測ってみました。およそ6メートルです、高さは。乙女の滝園庭より、ちょっぴり高い感じですね。本日、水の深さを測るのは、残念ながら中止させていただきます。電車に例えたら混雑時に補助石の使用を中止するのと一緒で、皆さん方が飛んでらっしゃいますので、本日は深さは中止いたします。ご了承ください。1号園庭の高さは6メートルでした。続きまして、苔川の2号園庭に移動しました。苔川2号園庭の高さは2メートル60センチです。ここは主に小さな小学生向けの飛び込み場です。もし、乙女の滝で飛ぶのが怖いという人がいらっしゃったら、一旦苔川2号で飛ぶのを練習された方がいいかと思います。小学校低学年向けの飛び込み場所となっております。苔川2号は2メーター60センチです。続きまして、苔川3号園庭。3メートル50センチ。続きまして、苔川4号園庭です。もう何秒かおきに、もうバンバン飛んだはりますけど。苔川4号は3メートル40センチ。高さ3メートル40センチでした。さて、今回はちょっと時間を余らしましたので、少し探索タイムとします。苔川の1号園庭から、水無瀬川の乙女の滝から大滝までの、それに匹敵する距離を上流まで歩きまして、よくこんなところにバイクが通れるかなって。西宝寺川古墳というのがあります。苔川にも洞窟があるわけなんですね。ちょっと探索タイムです。さあ、ちょっと、あいにく懐中電灯は持ってこなくて、暗いんですけど、こんな感じですね。真っ暗です。次回から、よいしょ。次はなんか懐中電灯かなんか持ってきますね。もう一つ洞窟があります。西宝寺川古墳。ああ、これか。結構入るの怖いな。こんなんですね。はい。バイクで上流まで上がったところにも、苔川にも大滝があります。水無瀬川に大滝があるのと同じように、僕個人としてこの場所を苔川大滝と名付けます。本当に、水無瀬川と苔川は、パラレルワールドみたいな感じです。この、苔川大滝まで来れば、さすがに水は透明ですね。あんまり飛ぶ人がいないので。もう深さは測るまでもなく、僕のこのお腹ぐらいの深さしかございません。1メートルもありません。もう潜ってみましょうか。以前僕苔川に行ってスノーケルとか足ひれまで持ってきたんですけど、苔川ではさすがにもう大きな荷物以外何物でもなかったんです。もう本当に足がつくぐらいの深さしかなかったので、もうこのゴーグルぐらいで十分ですね。ではThank you.
来なくても僕の体で、僕の体がもう巻き尺みたいなもんなんで。この苔川大滝で動画を締めくくりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。